間に合いますね。 知らないな。 以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体、四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、
モンドができる前は、ある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。こういった封印は僕の知る考古学の知識からすると動向装置が鍵に。散らばった全てのパーツを元に戻せば動向の儀式を完了できるだろう。見たところ動向の儀式が行える状態まで、まずはパーツを設置してまた様子を見てみよう。Thank you.
装置の解除方法は合ってるみたいだね。この塔にはまだ3つの光の輪がある。つまりあと3つ同行装置を探さないと。ここから1つは見えるが、残りはきっと廃墟の内部。こんな装置と封印だらけのところに住んでて、トワリンは面倒じゃないのか？人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前しました。任せてください。何でも私にお任せを。そういえば何をすればよろしいのでしょうか。聞いていませんでしたね。これで間に合いますね。
重さは安心できます。やっ、やっ、ある3つの光の輪の一つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。
重さは安心できます。死の風格に気をつけます。間に合いますね。必要な方がいるはずです。
で間に合いますね。光の輪のうち2つが地面になった。あと1つで塔の上に行くための封印を解除できるな。ここで少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？それともなしでしょうか？Ugh!
けが必要な方がいるはずです。助けが必要な方がいるはずです。この全てが終わったら、今日の出来事を歌にしようと思う。うん、きっとこの歌はヴァネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。あの歌は私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ？私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。そしてジン団長の理由は責任かな。で、銀融野郎は自由だよ。自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かあの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。だからかつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。ウェンティ。では旅人、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。なるほどな、道理で知ってる声だったんだ。Thank you.
見て、トワリンの体に光っているところが2箇所あるでしょ。あれが傷口に固まった毒血だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている箇所を狙って破壊しよう。抽出して凝固させたんだ。それらを砕くと加速の輪が形成される。ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。
し我慢して。Yes!
に一緒に飛ぶのは久しぶりだね、トワリン。先ほど、なぜ昔のように我に守れと命令しなかった？君にアビスの言いなりになってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だろう。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。モンドの流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔流が前触れもなくモンドを襲い、その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。ううん、大丈夫。風向きは変わるものだからね。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。やっと栄誉騎士の凱旋だね。ひひ、こいつと一緒にトワリンとじゃれ合ってきたぜ。でも昨日帰ってくるはずじゃなかったの？ジンさんが一足先に帰ってきてあんたたちの活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。ううん、今回の件が無事片付いたのはあんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。ふふん、礼なんていらないぞ。あ、そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか？今回の任務は遠征とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら、今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか？うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。おかしいんだよね、ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか？じゃあ
もしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね、偵察騎士として今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。ああ、ごめんね。せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。星と新モンドへようこそ。ついに来た、盛り上がってきたぞ。危機よ、災難よ、冒険よ。冒険者協会はとうとう猫や犬探しといった若者よ。さあ、流災が集結、風魔流よ。なぜも星と深淵奴がいるって。ありがとうな、やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったら、それお酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。あれが四風守護の一柱、トワリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトワリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東風の竜、今回はあなたたちのおかげで助かります。セピロス騎士だ。冒険者協会に依頼を出そうかしら。いらっしゃい。お客さん、ご注文は何にしますか？はあ、釣れないな。親友の俺を無視する気か？実力だけじゃなく、騎士としての美徳、ユーモアも兼ね備えてるようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。頭ん中を整理したくてな。
静かな場所を探してたんだ。他の騎士は後片付けしてるっていうのに。考えるっていうのも大変な仕事だ。むしろ戦場の後片付けの方が楽だと思うぜ。ほーん、そのアビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り、真相を見極めるため俺は待つことにしたんだ。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はあの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団をトワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのも、その統治者の仕業。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ。そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に姫様と呼ばれている。まあ情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。そうなの？あの話術に騙す。まああの人のことは置いといて。もうクタクタ。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。大丈夫、どこだろうとも風が届く場所であれば、あんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。おいしい。さすがアンバーがおすすめするだけあって期待通りだな。当然だよ、料理の腕にはあまり自信ないけど。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって。天空のライアーのことみたい。今日のおすすめはステーキですよ。聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。
何かお困りですか？助けが必要な方がいるはずです。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さん門戸を守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。ああ、これでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナヤが横暴だというイメージを植え付けただけで。はいはい、それで天空のライアーを持ってきて。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけど。貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。そのギャー、天空のライアーが。バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ、いいや。天空のライヤーを僕に貸して。え？どうして天空のライヤーが。あ、オイラにも見せてくれ。ダメダメ、どう直したかはわからないけど天空のライヤーはもう貸せないわ。さて逃げようか。僕が天空のライヤーを修復する現実、いや魔法、 100% 完全無欠じゃないからね。何？お、金融野郎。おい逃げるな。それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀融詩人。そこを温めたモンドも今はこの程度なの。君が僕を嘲笑えるのはその主人から借りた力のおかげかな。チェスの駒とは程遠いわね。それは多分君にセンスがないからだと思うよ。ウェティ！いいわ、神の心を手に入れたもの。行きましょう、騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。くっ。
抑止。目が覚めたんだね。彼の状態は大丈夫って言えないかも。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて元素力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから。なんだか変だよね。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。きっとジンも気づいたはずだけど、バーバラには言えないよな。
任せてください。何でも私にお任せを。そういえば